おっす、セムです。本日はですね、何のひねりもなく餅つきをやりたいと思います。ただ餅をついて飯を食って、子供たちに餅を食べてもらって帰るだけ、そんな動画でございます。オチもひねりもございません。レッツゴー。プロテインのコップ。じゃあ行きましょうか。はい、おいしょ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 。これ中身なくなるんちゃう？あっち、はい、おいしょ、おいしょ、おいしょ、効率悪い、おいしょ、熱い、熱い。理想通りいかんな。かっこよくなんか稲妻俺たちを取るつもりだったのに、なんかひたすら熱がるおっさん。はい、おいしょ、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 はい、疲れた。はい、よいしょと。腰が痛いね。おいしょ、はい、はい、はい、おいしょ、はい。見てください、なってきたんじゃないですか。ああ、変われってか、僕持ちこねるもんみたいな。滑るね。はい、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 早く入ってこいや。はい、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 もうちょいですよね。おい、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 はい、はい。来年からお餅は買うことにしますね。奈良の和菓子屋さんの動画見てお餅好き、俺もやってみたくなったんですけど、神業だったでしょ。我々のようなど素人はできませんね。もうちょっと頑張りましょうか。はい、どうぞ。こねるだけはもう思った以上に重労働ですね。出来上がりました。どうですか、この芸術作品。美味しそうですね。美味しそうですね。きなこ、いただきます。うん、うん。というわけでですね、お餅つきでした。餅はありません。この餅、誰が食べてくれるのか、食べてくれる相手をゆっくり探しながらさよならしますね。セブでした。喉詰まりそうになるんだね。